皆さん、こんにちは。前回、前々回とレノボの V55T についている CPU の Ryzen 5 4600G を感想してみたのですが、マザーボードの公式ホームページにある CPU 対応一覧に載っていなかったこともあり、いろいろな方法で認識しないかやってみましたが、起動すらできない状態という残念な結果に。なんで対応一覧に載ってないマザーボード買ったんだ？いろいろ理由はあるんだけど、ミニ ITX のマザーボードを使って、作業部屋用のコンパクト PC を作ってみたかったんだよね。部屋が狭いからな。片付け下手くそな動画主が悪いんだけどね。で、その時に買ってたミニ ITX のマザーボードで動いたらいいなぁ、ということで、試してみたけど、結果は案の定ダメだったということですね、ははは。ということで、CPU 対応一覧に載っているマザーボードを使って、Ryzen 5 4600G にロックがかかっていないことを確認してみようということで、Asus の Prime B550MA を購入してみました。このマザーボードは大丈夫なのか？ちゃんと CPU 対応一覧見たんだろうな。ふふふ、今回はバッチリ確認しているよ。いろいろとマザーボードのホームページを見ていたんだけど、ルノアールのプロ版は対応しているけど、プロじゃない版が対応してないのが多いんだよね。プロじゃない版のルノアールが対応しているマザーボードの中で、一番安かったマザーボードが、この Asus のプライム B550MA でした。お値段は、Amazon で 13,980 円です。早速このマザーボードで、Ryzen 5 4600G の動作確認をしていくよ。では早速、開封。それでは、パパッと中身を見ていきましょう。IO パネル。金色のいつものやつ。です。M.2 用の固定ネジ。M.2 用のコネクタが2つあるので、固定ネジも2個入ってます。マニュアルとドライバー CD。マニュアルは日本語化されているけど、最後の付録だけ英語になっていたよ。最後にマザーボード本体。袋から出してみたけど、白と黒のデザインがかっこいいですね。早速動作確認しようぜ。今回は動作確認ということで、インテルコア i シリーズの第2世代で使っていたオープンフレームを有用していきます。 ATX までのマザーボードに対応しているので、今回のマイクロ ATX でも簡単に付けられて便利です。もうちょっと安いといいんだけどな。Amazon で6000円くらいするので、今度同じような素材で安く DIY できるのか、試していきたいね。乗せ替え完了。 CPU クーラーも有用しようと思ったんだけど、 Core i シリーズの第2世代で使ってた CPU クーラーは外しにくいので、新しくディープクールの CPU クーラーをお迎えしたよ。買ったのはガンマックスん C40 で、お値段はドスパラで2140円です。お得意のアマゾンじゃないんだな。アマゾンには売ってなかったんだよね。同じ感じのガンマックスん400ってのがあったんだけど、コメント見ると AM4 に対応していないみたいなので、今回はこの CPU クーラーを買ってみたよ。早速 AM4 用に組み立てていくよ。まずはマザーボードの背面につける部品にネジを固定していきます。こんな感じで AM4 用の穴にきれいに入るまでぐっと押し込んでやります。4つネジをつけたら背面につけていきます。その前に、今回も動くかわからない Ryzen 5 4600G をつけておきます。今回はさすがに大丈夫だろと思うじゃん。自らフラグ立てるのやめろ。 CPU 設置完了したので、 CPU クーラーつけたります。ではマザーボードを裏返してと、さっきの部品をはめます。あとはネジで固定すれば土台は完成。この上に CPU クーラーを乗せていきます。 CPU クーラーには AM4 用のアタッチメントを直接ネジ止めしておきます。 CPU クーラーをマザーボードに固定するために、このバネのついたネジを使っていきます。ネジを4つ止めるだけで、 CPU クーラーの取り付けと取り外しができるので楽だね。
化とは、CPU クーラーのコネクタを、マザーボードの CPU ファンコネクタに挿して、CPU クーラーの準備完了。メモリは、レノボの V55T に最初から付いていたネイティブメモリを使っていきます。ということで、電源をつなげて最低構成での準備が完了したので、スイッチオン。嘘だと言ってくれー。いかやく。とりあえずRyzen 3-3100でも試してみようぜ。うん、そうするよ。前回、前々回の動画でお世話になった、アスロックの A520ITX-AC から、Ryzen 3-3100を取って、ASUS の、プライム、B550MA につけて試していきます。Ryzen 3-3100 は、どの BIOS のバージョンでも動作するので、これで動かないとなると、マザーボードの初期不良かもな。スイッチオン。完全にハズレを引いている感じがするな、ふふふ。この後、メモリや電源やグラボを変えてみたけど、何も表示されなかったよ。で、CPU をRyzen 5-4600G と、Ryzen 3-3100 を何回か交換していた時に、CPU クーラーに CPU がついちゃってるね。これが、すっぽん抜けってやつか。めちゃくちゃ焦ってググりまくったけど、なんか AMD だとよくある現象みたいだね。落ち着いてきたので CPU を外してみるよ。無事に取れたみたいだな。これ CPU 大丈夫かな。グリスもひどいことになってるな。とりあえず V55T に戻して動作確認してみたけど、問題はなかったよ。動画撮り忘れてるんじゃねえ。さすがにここで動画を終わらせるのもあれなので、返品して再度購入しようと思ってたんだよね。Ryzen 3-3100 でも動かなかったしな。返品する前に、もう一度パーツとの相性が気になって、ASUS の公式ホームページでプライム B550MA を見たんだけど、なぜか CPU 対応一覧に載ってなかったんだよね。おいおいおい、確認してから買ったんじゃなかったのか？買う前に確認した時には確かにあったんだよね。ASUS、プライム、B550 で検索して、ちゃんと CPU 一覧にあったんだよね。おい待て。ASUS、プライム、B550 で検索したのか？うん、確かそうだったよ。ASUS、プライム、B550。で2種類あるじゃねえかー。やっちまったな。見てた CPU 対応一覧は、プライム B550MK の方だな。そうだね、プライム B550MK の方には Ryzen 5-4600G があるね。返品前に見といてよかったな。皆さん、こんばんは。今回は、ASUS のプライム B550MK を使って Ryzen 5-4600G を動かしてみようと思います。今度は CPU 対応一覧ちゃんと見たんだろうな。今度はバチコリ確認したから大丈夫だよ。ちゃんと 4600G が公式ホームページに載っていたよ。それじゃサクッと組み立てていくぞ。中身はプライム B550MA と全く同じだね。解説は飛ばしていくぞ。プライム B550MA を外して、プライム B550MK をオープンフレームにつけていくよ。ネジ穴も全く同じだから楽だな。Ryzen 5-4600G をつけていくよ。CPU 交換しすぎて CPU グリスがなくなったので、Amazon's Choice されてたこちらのグリスを買ってみました。3.9g 入っててお値段、990円。です。使ってみたんだけど、めちゃくちゃグリスが硬くて、全然伸びないんですよね。パサパサしてる感じで、ヘラ使っても全然伸びてくれない。正直ちょっと失敗したかな。安物買いの銭失いってことだな。綺麗に濡れてないけどもういいや。で CPU クーラーつけて、メモリと電源つけて準備完了。それではスイッチオン。
もう、意味が、わかんなーい。ちなみに、Ryzen 3-3100 に入れ替えて、動作確認してみたんだけど、ちゃんと BIOS が起動するので、マザーボードは大丈夫みたい。BIOS のバージョンも新しいので、BIOS が原因でもなさそう。なんで動かないんだろうな。ちょっと考察してみるよ。動かなかった理由として、いろいろと考えられるので、一つずつ可能性を考えてみるよ。まず、BIOS のバージョン。これは、比較的新しいバージョンが入っていたけど、最新版ではなかったから、可能性としては考えられなくはないね。期待としては薄いので動画以外で試しておくよ。次にパーツの相性問題。これは Ryzen 3-3100 も動いているし、Ryzen 5-4600G に関しても、CPU 対応一覧にも載っている CPU なので、これも可能性としては薄い感じがするね。Ryzen 5-4600G 壊れている説。この動作確認した後に、レノボの V55T につけて、確認したら動いたので、Ryzen 5-4600G 自体に問題はなさそう。ただレノボの V55T で、ファン止まらない問題が、CPU に起因している可能性もあるので、レノボのサポートに問い合わせていろいろと聞いてみるよ。Ryzen 5-4000G シリーズの内蔵グラフィック問題。内蔵グラフィックが認識しないこともあるという問題があるみたいですが、Ryzen 3-3100 の時に、動作確認していた GT710 で表示確認した後に、同じ構成で、Ryzen 5-4600G を確認しているので、内蔵グラフィックの問題は、可能性としてはほぼないかなといったところですね。CPU が人を見ている問題。マミトだから動かないという理論。正論ですね。日頃の行いのせいだな。普段はいい子です。はい。最後に CPU のロック問題。プロ版じゃない CPU にはロックがかからないという認識だったんだけど、レノボの V55T でいろいろと検証しているときに、ロックがかかってしまったのではないのか、という可能性も否定できないんですよね。これが一番可能性としては大きそうだけどな。とまあいろいろ検証してきましたが、自分が持っている Ryzen 5-4600G では、他のマザーボードへの換装は、できない、という結果になってしまったよ。ほんとすまんな。あとは、レノボのサポートへの問い合わせ次第といったところだね。というわけで、今回はここまで。また次の動画で会いましょう。バイバイ。